はい、えー。じゃあ、今回はね、健康保険と年金についてお話ししましょうか。うーん。あの、健康保険の制度とか、年金が破綻するって言葉、聞いたことありませんかいや、実はね、その、健康保険も年金も、保険なんですよね。保険である以上は、破綻しないんですよ。というのが、そういう形で作られてるからなんですよ。投資ってのは、破綻があります。投資ってのは、誰かが失うことによって、利益を得る人ができるわけなんですよ。保険っていうのはね、 みんなで分配しししてて被害を受けた人にを享受しましょうってことですからね、まあ、ですんでそのバランスなんですよね保険っていうのは保険はバランスなんで例えば保険に加入している人が払ってるお金全額があるじゃないですかそれを保険を適用された方ルールによって適用された方に一点集中して配りましょうって形なんですよですんで保険に入りっぱなしでその保険を使わずに終わる人も大多数いるわけですよね 年金もそうなんですよ。じゃあ年金払った人がみんな年金を受け取ってるかってっそんなことなくって、年金を受け取る前に死んでしまう人、年金を受け取ることを知らない人、さまざまなことがあって、払った人の全員が受け取ってるわけじゃないんですよね。むしろ払った人の半分以上はもらってないっていう現実があるんですよ。ですんで、年金をもらう人は、ああ、よかったねってわけなんですよね。この年金っていうのはね、結局ね、長生きに対するリスクなんですよ。健康保険が早死にしないリスクだとしたら、年金っていうのは、 あの、長生きしてしまった時のためのリスク。自分の貯金が長生きしてしまったがゆえに足りなくなっちゃった。その時に年金に頼るってことができるって仕組みなんで、だから年金をね、自分のポートフリオに組んで、年金が例えば毎月5万円もらえるから、じゃあ残りの金額をどう稼ごうかな、どう貯金しようかなってことになると、これとんでもないことになる可能性がありますんで、年金はもらえないものとして、ね、日々の暮らしとか、自分の資産を作っていく必要があるんではないかなと思うんですよ。で、人口が減ってるじゃないですか。 人口が減っているから、ちょっと年金とか保険が破綻するんじゃないかなって言ってる人がいますけども、違うんですよね。人口は増えてるけどもあ、人口は減ってるんですね。人口は減ってるんだけども、寿命は伸びてるでしょ。これどういうことかっていうと、極端に言うとですよ。極端に言うと、50歳で死ぬ人が多い世界と、100歳まで生きる人が多い世界等が2つあるとしますよね。そうすると、50歳で生きる人っていうのは、 結局は100歳で生きる人の半分しか生産に携われないし消費に携われないんでパフォーマンスは100歳まで生きる人の方が50歳までしか生きれない人の倍あるってことなんですよということは例えば50歳まで生きる人が100人いる世界と100歳まで生きる人が50人いる世界と同じってことなんですよつまり少子高齢化ってのはなんかね若い人がいなくて社会を支える人がいないような気がしますけどもその分長生きするう落とすあっと長生きするね 男性性や女性がしししっっかかかりり稼いでしっかり消費してますからだから結局全体のバランスは壊れてないんですよつまり年金とか保険っていうのもこのバランスの上に成り立ってますのであの私たちが思うほどね破綻に近いかっていうとそうでもないんですよ実はあのおそらくそこまで高いリスクでこの保険っていうのは運用されてませんので,でそもそも保険っていうのがね破綻しないように作られてるわけですよでまたですね、あのー、このバランスっていう前提に保険が組まれてるのにどうしても破綻するっていうねことをどうしても 拭えない方はじゃあ破綻っていうのはどういったものなのかってことを想像してみるといいと思います破綻っていうのは多分多くの方が思われているように払ったんだけどももらえないっていう現象ですよねでもそれは現在でも起きてるわけですよ保険なんでね。健康保険に入ったけども一回も使わずにっていう方も当然いるんですよね特に健康で若い方っていうのは保険料は払うけども自分で使うことほとんどありませんでお年を召されて体の弱い方っていうのは保険を使いまくりですで、このバランスを見たときに 結局は、少しのお金しか払っていないのに、たくさんもらえる人がいる。で、たくさんお金を払った人がいるのに、ちょっとしかもらえない人がいる。だからバランスなんですよ。ね。だからバランス。<laughs> だから保険程度の,の概念をもう一回、そこからそこのそこからね、考え直した方がいいのかなと思いますよね。で、究極ですよ。究極、この年金にしても健康保険にしても、日本には通貨発行権がありますから、最終的には財政出動で OK なんですよ。だからそんなに心配することはないと思いますよ。 それから、あのー、搾取されてるって考え方もちょっと違います。確かに、払いっぱなしは悔しいんですけども、保険ってそういうもんじゃないですか。自動車保険、毎月何万円も払ってます、私も。でも、事故を起こすことはほとんどありません。払いっぱなしなんですよ。で、保険っていうのはそういうもんですから。年金ってのもね。年金ってのもそんなもんですから。まあ、それは仕方がないかなと思う必要があります。ただ、一個言えるのは、その年金っていうのはね、入りたくない人も強制加入。ね。ほとんど強制加入っていうところなんですよ。そこはなんとかした方がいいと思いますね。